この動画を見ると、駿河屋についてちょっとだけ知ることができます。ぜひ最後までご覧ください。こんなね、でっかい商品は買ってないですね。え、これ待って、選べないやつじゃない？これじゃじゃーん、あぶねー。これ昨日駿河屋カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーしスタート。皆さん、駿河屋って知ってますか？関東がですね、つい先日まで存在があやふやでした。実際にもう名前は聞くんだけども、そもそも駿河屋って何？まあ、駿河と聞いたら物語シリーズのカンバル駿河というぐらいの知識でした。そして今現在かなり愛用してます。実店舗通ってます。ざっくり駿河屋というものはですね、超でかい中古ショップ。駿河屋とは静岡県本社に置く株式会社 A2 が運営する通販サイト及び実店舗、リフォーム産業新聞が発行するリサイクル通信中古売上ランキング2021総合部門全国第7位、そしてホビー部門インターネット部門に関しては第1位。駿河屋特徴はですね、ゲオやブックオフのように書籍、漫画、CD、DVD を販売しております。その他にもフィギュア、トレカ、エアガン、ぬいぐるみ、ラジコン、ボードゲーム、パズル、同人誌なども取り扱っておりまして、中古買取もやっております。とにかく他を圧倒する在庫数が最大の強みです。なんといっても品揃えがやばいです。いろいろと調べてたらですね、もう無限に商品が出てきます。でかいというわけで欲しかったものが見つかったりとか、発売されて何十年も経っているレアもの、マニアックなものが掘り出し物として見つかることもあります。オークションなどで今もし販売したらプレミア価格がつくものもめちゃくちゃ破格で売っていることもあるそうです。この駿河屋なんですけども、通販サイトは駿河屋 JP という名前になっております。こちらは年中無休で24時間営業、ただですね、朝の8時に区切りがあります。もし8時を過ぎてしまうと翌日の8時に注文処理がされます。注文をされますと、まず自動返信できて、それから商品発送されます。でこの通販サイトに関してはですね、まず一つが配送料、こちらですね、お買い上げ金額によってこのような形に発生します。監督はですね、北海道なので1500円以上購入しますと配送料が無料になります。続きまして販売手数料、特に意識しなかったんですけども発生してしまいます。こちらですね、地域とお買い上げ金額によって金額が変わっていきます。商品が安くて今回駿河屋で購入したんですけども、販売手数料がかかるということをですね、ちょっと意識しなかったので、逆にちょっと高くなったのかなっていう部分もあったりもします。今回です、こちらを買うためにですね、プラス550円を追加でお支払いしました。安く買えるんだからまあ仕方がないかな。支払い方法は代引き、クレジットカード、 PayPay、 銀行振込、多種多様なです方法でお支払いすることができます。通販サイトに関しては注意点としまして、発送が少しお時間かかります。今現在はですね、例えば Amazon とか Yahoo ショッピング、楽天とかって早ければね、その日に発送してくれたりとか、なんやかんやで商品がもう販売しているものであれば約、まあ、2、3日でもうすぐ到着するという世の中になってるかと思うんですけども、駿河屋さん約1週間程度かかります。ちなみに過去の注文履歴を見ますと、9月の23日にこちら注文をしまして、6日後にですね、発送しておりますが少し時間かかってますっていうメールが来ました。その後10月1日に到着しました。ちょっと忘れた頃にね、来るっていう感じですね。で、あとですね、悪い点になっちゃうかと思うんですけども、駿河屋さんで商品の在庫数がめちゃくちゃあります。だからその買い取る部分も、通常の中古ショップでいやそれは買い取りできませんって言って買い取り拒否というものがですね、例えば水をこぼしちゃったりとか、本に書き込みをしちゃったとか、そういったものはですね、基本的に買い取り拒否が多いかと思うんですけども、駿河屋様はもうほぼほぼですね、買い取ってくれるというわけです。ということはですよ、まあ、そういった商品に運が悪ければ出会ってしまう可能性もあるというわけですね。で、今回こちら商品の内容がですね、2つに絞りました。監督が大好きなフェイストシリーズの牛若丸グッズと、最近ですねビッゼロシーズン2見たんですけども、生きドラにねめちゃくちゃ共感感銘を受けましてですね、牛若丸が7つ、生きドラが7つで合計14点を買いました。そういった部分で状態どうなのかなっていうね、着てみなければわからないというわけでですね、ちょっとドキドキ感もありつつもですね、そういった部分ですね、真相を解明していきたいと思います。一番高いものですと、まあ、870円のフィギュアを買いました。ちなみにこのフィギュア、これが目的でこの駿河屋を今回利用したわけです。メルカリとかで調べると同じものがですね、1500円、1300円、1200円ぐらいなんですけども、870円というわけで購入しました。その他の商品ですね、50円で買ったですね、バイス・シュバルツというですねカードもありましたので、どうなのかなというですね部分も期待をしております。まあ、約4000円分を購入させていただきました。先に言っちゃいます、こちらに関してはですね、駿河屋の実店舗で、ね、購入しました。監督札幌に住んでおりますので、でっかい
観覧車が目印のノルベサの3階にですね、そのフロア、まあ、他の店舗もあるんですけども、駿河屋さんがほぼ占められております。通販とこの自主店舗に関してはですね、商品の在庫管理はですね、別個にされているそうです。全国で現在ですね、40店舗以上出店されておりまして、札幌のノルベサのですね、駿河屋さんは2018年に出店されました。まあ、その当時はですね、駿河屋最大級の店舗として出店されたんですけども、2021年の4月にはですね、埼玉県でさらにでかいものがね、来たというわけで、ちょっと負けちゃったんですけどもね、まあ、それでもでかいです。初めてですね、入った時はあまりのでかさに感動しました。広いんですけども、いろんなね、ジャンルがあって、時間を忘れてしまいます。というわけでですね、早速、こちら開けていきたいと思います。で、このね、あとこの駿河屋さんのこの箱のデザイン。いいよね。この段ボールのままで来たんですけども、なかなかね、個性が強い。開けたくない、なんかもったいなくて開けたくないなっていう感じです。来た瞬間、ザ・駿河屋っていう感じですね。こんなね、でっかい商品は買ってないです。なんでこんな大きな箱に入れてきたのかなっていうね、不安点はあるんですけども、楽しみでもありますね。はい。おぉ、結構パンパンに入ってますね。このような感じに入っております。はい、ぬいぐるみが見えますね。では、まあ、一番高いですね。こちらのフィギュアが、エキドラの一番くじのフィギュアですね。こちらが870円。この商品が欲しくて買ったというわけです。おぉ、でかい。状態めちゃくちゃいいじゃありませんか。こちらを購入させていただきました。テープは貼ってるから、これは未開封なのかな？見た感じ、新品ですね。ただ、これはですね、今回開けません。エキドラフィギュアをね、たくさん揃えてからもう全部ね、1本の動画でまとめて開けていきたいと思いますので、大満足です。で、続きましてですね、愛犬ナビなんですけども、この子がですね、ぬいぐるみ解体検定をですね、持っております。明治なので、ちょっと気をつけて出したいと思います。はい。エキドラぬいぐるみ。ほうほうほう。今回ぬいぐるみに関しては、2つ買っております。はい。全然、綺麗ですね。気になる匂いね。無臭です。大当たりですね。ありがとうございます。エキドラの制服姿のシーン。あ、めっちゃ見てるー。ここに置いたら絶対来る。あおー！かかう。絶対持ってきしょ、お前これ。ちょっとこれはちょっとテーブルに置かせていただきます。はい、続きまして。はい、もう一個です。ででん。状態としてはですね、見た目は全然汚いとか言うわけではありませんし。あ、これも多分新品ですね。多分これ開けてすぐ袋に入れた感じですね。あ、しかも、ね、両方ともタグ付きでございました。中古1200円って書いてるけど、めちゃくちゃお得や。両方とも多分 UFO キャッチャーで取れる。いや、大満足ですね。この店ではもうまたね、利用したいなと思います。はい、で、もう一個そうだ、フィギュア買ったんだ。じゃじゃーん。あぶね。これ昨日駿河屋行ってこれ買おうと、カバンに入らなくて諦めたやつか。来るのが遅いんでね、そういうところもあるね。こちらの値段がですね、380円。あぶね。600円で買おうとした。これも未開封なのかな、まあ、これも開けないんですけども、状態としてはもう全然箱もね、ね、いいですね。かなりいい状態だと思います。いいね、いいね、いいね。はい、というわけでですね、まあ、この辺からちょっとね、怪しくなってくるんですよ。あとこれに関しては完全未開封ですね。ペイトのもちもちマスコットですね。意外とちっちゃかったっていう。こちらに関してはですね、え、これちょっと待って。選べないやつじゃない？これ。これ、完全に選べるやつかと思ったけど、選べないやつだった。マジか。写真で牛若丸出てたから、これ絶対牛若丸かと思ったけど、これ牛若丸出ないパターンか、これ。もちもちマスコット200円です。番号書いてないということは、出る出るかな、これ。この種類と、この種類ね。このね、牛若丸っていうキャラクターね。ちょっと開けていきたいと思います。3、2、1、でーん。あら？牛若丸じゃん。ちょっと意外。これ番号書いてないのに。特にこれ、牛若丸出ますって書いてないけど。これまじ、当たったってこと？いや、でも、どうなんだろうな。まあ、でも、確実に新品っていうことは、明らかですね。はい、という、うわぁ、これ絶対お前好きじゃん。うわぁ、やめろ。はい、というわけでですね、ボールチェーンもついております、牛若丸でございます。監督ですね、この後、フェイトシリーズの牛若丸グッズをね、ひたすら集めたいと思います。結構ね、鬼滅の刃も推しがいるんですけども、もう商品出すぎてね、今から手を出したらやばくなるんでやめます。牛若丸グッズをね、もうすべて集めるぐらいの勢いでやっていきたいと思います。で、一番高いフィギュアがですね、2万6000円。のフィギュアなんですけども、まあそれもいつかね。続きまして、こちら、残り9点のですね、こういった小物類ですね。この辺中古っぽいぞ。はい、でまずですね、リゼロのエキドラの、そこの子ですね、100% 新品じゃん。一応ですね、こういう袋にですね、両方とも入ってるんですけども、あー、ね、これは完全未開封で、こっちは一回開けられたやつなのかな。はい、というわけで、まずは新品の、はい、エキドラのそこの子。はい、いいですね。はい、いいですね。はい。続きまして、開封されてるんですけども、あ、状態はもう全然ね、OK です。ほぼ新品ですね。はい、めちゃくちゃいいです。
エキドナ2体、チョコノッコとなっております。続きましては、チョコノッコつながりで、牛若丸、行こう。まあ、普通の袋と、これは確実中古ですね。で、状態としてはですね、はい、全然いいね。全然いい。はい、牛若丸となっております。状態もね、ほぼ完璧ですね。ありがとうございます。続きまして、でかいやつからいくか。牛若丸の、これも、でも一応これ、袋の中に、さらに袋、まあ、開いてるけども、これもほぼ新品なのかな？このグッズ、何か、どう使うかわからないんですけども、これ何これ？わかった。こうやって、これだ。倒れないやつだ。こちらもですね、もうほぼ新品ですね。ありがとうございます。続きまして、ガチャポン。お、ナビガチャポンだぞ。これあげる？後で。おねむた。今開けたんですけども、これも新品じゃないですか。新品ですね。開けてないですね。今回はもうほぼほぼ当たりかな？エキドラのおねむたんです。はい。続きまして1300円なんですけども、こちら牛若丸のアクリルスタンド1300円がなんと200円でゲットできました。ありがとうございます。ココスとのフェイクグランドオーダー×ココス、ほんとだ、ココスのなんかメニュー、アクリルスタンドとなっております。ココスバーン、おお、いいね、新品ですね。ありがとうございます。いいよ、今のところもう不満点ないよ、商品の状態については。はい、続きまして、アクリルキーホルダー。こちらは、中古ですね。光に当てても、まあ、ほぼほぼ、実はないね。こちらも、ほぼほぼ新品状態の、綺麗な状態の牛若丸をゲットできました。ありがとうございます。はい、というわけで、立体的な小物関係をすべて開けました。で、この後なんですけども、ワイス・シュバルツですね。1枚50円のカードを2個、牛若丸で購入しました。紙の箱に入っておりました。こういうカードは買うのは初めてなんですよね。ほうほうほう。で、こんな状態で入っておりました。バイツ・シュバル。CM は知ってるけども、カードをやったことないし、どういうゲームなのかも全くわからないんですけど、もう全然傷はないです。もうアニメのシーンかな？これは抜粋かな？はい、というわけで監督の推し、牛若丸の、バイツ・シュバルツのカード2枚、50円です、1枚。ほぼ新品です。傷は、身につく限りありません。はい、ということでですね、駿河屋 JP で購入した商品なんですけども、中古の商品でも全然傷がなく、大当たりの部類に当たるかと思います。ありがとうございます。販売手数料550円かかってしまったんですけども、とても大満足です。かなりお安く購入できました。こういった推しグッズをね、たくさん集めてね、推しスペースみたいなのをね、今後作っていきたいなと思っております。まあ、その第1弾、第2弾として、エキドナと牛若丸をですね、それぞれちょっと集めていきたいなと思っております。というわけで、通販の駿河屋 JP に関しては終了となります。そしてですね、実店舗、監督、その鈴木ののるべさんね、もうほぼほぼ今はですね、毎週通っているかもしれませんね。こちらを実店舗購入しました。でね、投げ売り処分コーナーという、必ず監督が行くんですけども、今回はこちらの2点を購入しました。200円のねずこと300円の炭治郎。安くないかいこれ。ねずこに関してはですね、袋破れてるので、これ確実に中古ですね。おっと、結構ホコリかぶっておりますね。まあ、あとちょっとケースが汚いかなという感はありますね。まあ、後で拭けばいいので、スライムジェルでね、この動画で出しております。これで綺麗にできればいいかと思いますので、全然200円でね、買えるんであれば大満足ですね。あとこの PCR フィギュアのクオリティもね、思った以上に高かったです。というわけで200円でゲットできました。ありがとうございます。続きまして、こちらですね、まあ、結構新しめの商品ですね。グランディスタというですね、まあ、正直監督この炭治郎なんですけども、なんか無駄に太った印象があってですね、正直興味なかったんですけども、善逸バージョンが出て展示のディスプレイに炭治郎と善逸がね揃ってたら、まあ、かっこいいなということで、ちょっと買いたいなと思ったところに、300円投げ売り価格、ちょうど監督行った時はこれの他に同じものがですね、あと2体ありました。まあね、ちょうどタイミングが良かったというわけで、今回こちら購入しました。クレーンゲームで取れる、まあ、結構重たいんですよ。新品かとはまだわからないんですけども、まあ、中を見て判断していきたいなと思っております。まあ、300円でゲットできたら、まあ、そこはね、はい、グランディスタ炭治郎。おっと、これは新品じゃないですか？この状態。はいはい、袋でかいな、炭治郎。でっかいな。いや、これいいな。未開封ですね。300円はめちゃくちゃ安いね。足場もついております。うわ、ちょっと待って、これ想像以上に大きさ。見てこの、
ね。でかい。ちなみにさっきのねずこはこれくらいのサイズとなっております。あ、でもサイズ感的には普通に並べてもありか。ただね、クオリティはこれは全員いつも欲しいな。グランディスタ炭治郎、体とかはね全然動かせないんですけども、ごっつりごっつり。このシリーズは見栄えがね、あーいいね。これ揃えたいですね。はい、というわけでですね、今回の動画は以上となります。駿河屋さんの通販サイトと実店舗を紹介してきました。また利用したいなと思います。駿河屋興味が湧いた方はですね、こちらにですね通販サイトを出しております。通販サイトの中からお近くのですね実店舗を探すこともできますので、もうぜひ今回のこの動画見て、フィギュア以外にもですねボードゲームだったりトレカだったりね、監督ね同人の世界はね全然知らないんですけども、すごい数の方がねたくさん並んでおります。というわけで、ね、興味がある方はですねぜひ概要欄をご覧ください。この動画でですね、鬼滅の刃からスタートしてしまったもうフィギュア沼の動画が結構多いかと思います。それ以外にもですね、家電だったりガジェットだったり映画とかアニメレビューとかもやっておりますので、自分がね好きなものを熱く語っていきたいなと思っております。そして何かねこの動画を見て知識だったり情報をですね皆さんに気軽にですね伝えていければなと思っておりますので、今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。